2009年4月、映画、アースのプレミア上映におけるアラステア・ホザーギルと共同監督のマークリンフィールド。アラステア・ホザーギルは、テレビ番組や映画作品で自然ドキュメンタリーを手掛けるイギリスのドキュメンタリー映像プロデューサー。プロデューサーとして、たくさんの賞を受賞した、テレビシリーズ、ザ・ブルー・プラネットや、プラネット・アースを手掛け、映画、ディープ・ブルーや、 アースでは共同監督を務めた。ロンドンに生まれたホザーギルはハーロー校に学んだ。ダラム大学ではセントクスワーツソサイエティで動物学を学び、学生時代に最初の映画オンザオカバンゴを制作した。1983年、ホザーギルは BBC の自然史ユニットに加わり、以降、ザリアリーワイルドショーワイルドライフオンワン、デイビッド・アッテンボローの ザ・トライアルズ・オブ・ライフなどの番組制作に参加した。1992年にはユニット代表となり、在任期間中には多くの賞を受賞した、アッテンボローのシリーズ、ライフ・イン・ザ・フリーザーのプロデューサーも務めた。1996年には、王立地理学会から、チェリー・キアトンメダル賞を授与された。1998年6月、ホザーギルはユニット代表から退き、 やはり多くの賞を受賞することになったシリーズザブループラネットのプロデューサーとしての仕事に専念するようになった。続けて取り組んだ大きな作品であるプラネットアースは2006年に完成した。その後はフローズンプラネットの制作統括などを務めた。ホザーギルは自らプレゼンターとしてテレビ番組に出演することもあり、著書も3冊刊行している。 2008年2月11日、2008年、ホザーギルは新たに設立されたディズニー・ネイチャーと複数の映画制作契約を結び、毎年半年は BBC を休職して、独立プロデューサーとしてドキュエンタリー映画の制作に取り組んでいる。この契約によって発表された映画はアフリカン・キャッツ、チンパンジー、ベアーズであり、それぞれキース・スコーリーやマークリンフィールドが 共同監督として参加している。2012年、王立地理学会は地球環境問題への理解を広めた功績により、ホザーギルに金メダルを授与した。現在、ホザーギルはブリストルで妻のメリンダと二人の息子たち、ハミッシュとウィリアムと共に住んでいる。ありがとうございます。